Japan Pusu Kasuhira. RK VADA 1961. ちょっといいかなというような判断だと思いますけど、はい、やはりこう今日はですね、韓国の国際レフリーなんでね、アジアでもナンバーワンと言われるレフリーなんでね、はい、そこの国際感覚もしっかりと見てもらいたいなというふうに思います。やっきら切り込んだ。ヤツキラがレフトバックの位置から見事に切り込んで点を決めました。まあ、いいクロスが水橋とヤツキラの中でできましたね、はいはい、やはりですね、はい、ボールをもらう前に動くかなりですね、はい、ポストの吉田に対するマークが厚いんですよ ね、 そうですね。ボールを持ってない時でもフリーにさせませんからね、はい、先ほども水町が吉田にパスを通そうとしたところですが、かなり激しいマークがあってパスが通りませんでした、はい。まあ、相手のフェロー諸島代表もこの安平と吉田がヨーロッパトップチームにいるのは分かってますから、そこは厳しくマークしてきます。吉田に対するマークは非常に厳しくて、やっぱりポストの位置取りに対してこう、はい、もうフェロー諸島嫌がってますよね。そうですね、はい、今2人にちょうどピボット挟まれていますが、そのピボットに通った、シュート決まった。その激しいマークの中、安平がパスを通して吉田が決める。日本のホットラインが機能しました。日本人の選手としてはですね、位置取りの難しさ、またパワーで負けてしまう、はい、のが今までのバックストプレイヤーだったんですけど、はい、それをですね、負けない力強さをもう身につけてますよね。楽しみですね。いいですね。7メーターです。7メートルスロー、相手のファール。八津平、吉田で1点取って、その後相手のリスタート速攻も守りきって、今度はキャプテンマークを巻く渡辺陣の攻撃。最後にですね、やっぱり、はい、足のもうつま先がゴール側にしっかりと渡辺は向かってんですね、だからそれができるのがあの彼の身体能力のまた力強さだというふうに思います。通常の選手はですね、あれで流れてしまうんですよ、はい、それがゴールに向かってるからこそこうやって7メートル走るんですね。そうです、わーっとこれはうまいコンビで止めた。ゴールキーパー中村がファインセーブ、そして屋敷の速攻、屋敷の速攻つないで水町、7メーターですね。間を割っていった、はい、完全にシュートモーションに入った水町をファールで止めてしまいました。フェロー諸島代表です。ナイスプレーですよ。あの一時速攻が、はい、ダメでやれば二次速攻、はい、そこに安平がですね、センターからどこに物理的有利があるかを見極めながらパスをしっかりと出してますよね。この安平が7メートルスロー、おっと止められたがリバウンド取って決めた。まあ、やっきらはその視野の広さ、はい、この戦況の見極めが非常に強いですね。強いですね。あのどちらかというとディフェンスを引き込むような守り方をしていると思うんですよね、はい、引き込む守り方です、はい、どちらかというと、はい、オフェンスディフェンスともに力負けしないように押し出すようなディフェンスが今まで多く見られたと思うんですよ、はい、日本も特にそうですけども、ただフェロー諸島を見てるとキャッチした後若干自分の胸元にあのオフェンスをですね、引きつけているように感じるんですね。私はこれはなかなか新しいやり方といいますか、珍しいですか。そうですね、私はあまり見たことがない守り方なんですけども、はい、非常にこう守り方としては理にかなっているかなと、見てて思いますね。その中で今フェロー諸島代表が一人退場しました、はい、ここはチャンスです。ポストにいいですね。ここも安平、吉田のホットライン。安平君も、はい、あの吉田君もですね、いたくシンプルな、はい、おとといのゲームでは安平ほとんどが、まあ、ベンチだったんですが、その安平は、まあ、もう少しピボットを絡めて戦うことができたらよかったと試合後に話していました、まあ、そして事前に話を聞きますと、吉田は、まあ、安平とのその2人のコンビネーション、まあ、センターそしてピボット、そのセンターラインというところはヨーロッパ選手でも止めることができないと思いますよと、そう自信ありげに話していました。放送席にお返します。いや田中さん、本当にこう頼もしいですね、はい、2人本当ですね。あの吉田の方にマークが厚くなれば安平が1対1、はい、そこに水町であったり渡辺であったりという選手が絡んでくる、はい、逆にこう吉田の方に余裕がある場合は安平がしっかりボールをここに供給してますからね、はい、そしてゴールキーパーファインセーブ、はい、速攻に行く安平、いいでしょう、いいでしょう、7メーターですね、はい、これは相手ももうファールで止めるしかありませんでした。これなんですよ、はい、日本の、ね、守って速攻に仕掛ける、これが日本の真骨頂ですね。ゴールキーパー中村は2年連続日本リーグプレーオフ MVP、 その田中さんの率いる豊田高生ブルーファルコンの守護神として活躍しています、はい、日本代表でもこの中村が存在感を発揮しています。
松坂が出てきましたね、はいはい、今日はやっきりにそのセンターバックに譲っている藤坂、うおっと入っています。で安平が戻りましたね。あ、そうですね、センターバックは安平、はい、レフトバックが吉野、ライトバックに徳田、これでいきますと、はい、ウィングの杉岡が継続してプレーしている、それ以外は変わりましたね、はい、プレーが途切れたタイミングで一気にメンバー交代。玉川のやっぱ高さを生かしたですね、はい、その玉川回り込んでピボットに入る、ダブルポストになっている杉岡が入っている、吉野から一度戻す、手が上がりましたよ、パスの手が上がりました、パスは残り数少ない、安平打った、こういう時にこういうクイックがあります。うまい、うまいですね。さらにこのパッシブになっている状態、予告が出ている状態、はい、まさにチームを救う流れを良くするプレーですね。吉野切り込んでのシュート、もう早いですね、やはり、はい、これでボット、はい、いいです。安平の真骨頂、玉川に通しました、ピボット玉川のポストシュート、玉川も吉田に負けてませんね、はい、はい、存在感を高めているフェロー諸島代表、安平切り込んで徳田カットイン、ある選手が揃いましたね、はい、はい、残り4分の前半戦です。センターバックに安平、はい、レフトバック藤坂、スピードを生かして攻めますよ、徳田、ここはフリースローです。新しい布陣を繰り出してきましたカルロス・オルテカ監督、ピボットの玉川が真ん中にポジションを変える、パッシブの予告、藤坂打った、ディフェンスに当たってコーナースロー、これで日本になりますね、パッシブ、はい、継続としてはですので、あと2本、そうですね、パスはあと2本という形になると思います、はい、さあここはどこに出すか、コーナースロー高野、安平が出てますね、安平、徳田にパス、これが繋がらない、速攻に来る、守れるか、中央、キーパー止めた、ディフェンス高野もよく寄せていました、今追い込んだのが良かったですね、はい、藤坂中に出てピボット、ここ勝負、いやー本当に攻守に各選手が非常にアグレッシブです。まあ、最後戻ったのは桜井じゃないですかね、桜井ですかね、はい、やっぱり最後の最後まであえてディフェンスすることによってですね、はい、いい角度に飛び込ませない、そしてキーパーがしっかりと守るということが連携でできているんでね、はい、非常にいいと思います。やはり最後の最後までディフェンスして戻るというのは大事なことが大事なこと、当たり前のことを当たり前にできるというのは本当に難しいことで、はい、それはやっぱりこう日本代表としてはしっかりと示してほしいですね、はい、藤坂、おっと、これは相手の足にかかったでしょうか、膝ですね、膝が入りましたか、はい、突破した選手を足で止めてしまったということで、フェロー諸島45番のクログが2分間の退場です。クログ2回目の退場ですね。ハンドボールはこの2分間の退場1試合で3回してしまいますと失格になります。ですのでクログはこの後ちょっとね、なかなか強くアタックに来られないかもしれません。そうですね、吉田と吉野を入れましたね、はい、ピボットが吉田、レフトバック吉野に変わりました、はい、こういう5人の攻撃をしっかりと加点していってもらいたいですね、はい、相手が1人少ない数的有利の日本です。安平、はい、飛ばしてピボット吉田、いいライナーです、決まった、相手に激しく当たられながらもしっかり決めました、吉田修一、吉田強いですね、はい、193センチの吉田、普段プレーするフランスリコ、徳田からまだ数的有利ですからね、安平、はい、徳田サイドに飛ばして櫻井、ナイス展開です。今日は速攻もよく決まって、はい、さあ前半残り1分切って4点差リードを広げます日本、最初から清水ですね、
しかったですよね。残り6秒、7人攻撃を仕掛けてきました日本ですが、藤坂のシュートは決まりませんでした。はい、ただ田中さん、前半4点リードして終えました。いかがでしょうか。そうですね、相手をですね10点で抑えているというのは非常にディフェンス、そしてゴールキーパーと機能しているんじゃないかなと思います。はい、国際試合でですね相手チームを10点に抑えるのは非常に難しいんですよ。ただ前半私もちょっと言ったようにやはりディフェンスって非常に勝つためには大事な要素だと思いますんでね、はい、ディフェンスでしっかりと守る、で中村が止める、で速攻で加点していくというのは非常に今流れとしては日本の理想じゃないかと思います。